ビル屋上に設置された緊急離着陸場ヘリポート、もしくはヘリ発着場とは、ヘリコプター専用の離着陸場のことである。またその敷地内で、ヘリコプターが離着陸する場所のみを指す場合は、ヘリパッドという。さらに、航空法に定めるヘリポートとは異なる。消防活動のために、高層ビルの屋上に設置されたヘリコプターの離着陸場があり、 緊急離着陸場及び緊急救助用スペースで区別され、火災やテロなどの緊急時にしか使用できない。H マークは消防、防災ヘリが消火活動や救助活動をするための離着陸施設を指し、R マークは着陸はせず、ウィンチで人員、機材の乗降をする場所を指す。マークは園内に H または R の文字が記入される。 ヘリポート上のベル412廃坑跡に設置されたヘリポート高層ビル屋上のヘリポート通常のの離着陸においては長大な滑走路が整備された飛行場が必要となる。これに対してヘリコプターはその垂直離着陸性能を生かし比較的狭硬な場所においても離着陸が可能である。このヘリコプター専用に整備された離着陸場をヘリポートと呼ぶ。 整備されたヘリポートにおいては、滑走路が非常に小規模で済む以外は、通常の空港と同様の広報支援設備及び航空機材支援設備が求められる。すなわち、通信設備や気象観測機材、機体格納庫などである。ヘリコプターの離着陸コースの空域確保や、駐機施設等も必要である。簡易的なヘリポートいわゆる飛行場外離着陸場においても、 ヘリコプターが着地できる十分な強度のある設置面が最低限必要となる。繰り返し離着陸を前提とした場合、飛行橋用ヘリポートの設置基準を順用するのが適当である。簡易的なヘリポートとして、草原、高地などが用いられることもある。また、主として、高層ビルの屋上に設置される緊急離着陸場、及び緊急救助スペースがあるが、 火事や災害時の身にしか利用されないため、繰り返し発着が可能なヘリポートとは、構造的に大きく異なる。日本においては、公共、飛行共用ヘリポート、航空法第38条ほかが適用される、飛行場外離着陸場、航空法79条ただし書きが適用される、緊急離着陸場及び緊急救助スペース、消防庁指導、各自治体消防の基準によって、 高層ビルの屋上に設置されるの3種類に分類される空港等日本の航空法で定めるヘリポートとは公共用ヘリポートと飛行共用ヘリポートのみを指す公共用ヘリポートは東京都ヘリポートなど約20カ所ある飛行共用ヘリポートは各地の警察本部やドクターヘリの拠点病院など約100カ所である ヘリポートの設置に関する基準は航空法並びに試行規則に細かく示されている。公共用ヘリポートと飛行共用ヘリポートの最も大きな違いは法的な制限力にある。公共用ヘリポートの飛行ルート下には飛行障害となるようなビルやアンテナは建てることができない。樹木も飛行障害となるほど成長した場合は強制的に伐採される。一方、飛行共用ヘリポートには そのような法的拘束力がなく、飛行ルート下にビルなどが立ち飛行障害となると、飛行共用ヘリポートの認可が取り消され発着できなくなる。飛行場外離着陸場運航者が申請し、国土交通大臣の許可を受けたもののみが利用できる、臨時ヘリポートで、空港等に分類されるヘリポートに比べると基準が緩和されている。公共用ヘリポート、飛行共用ヘリポート、 緊急離着陸場のほかに、臨時的にヘリコプターの発着が許可される場所を、飛行場外離着陸場という、農薬散布や物資輸送など、一定の目的のために事前に申請し、国土交通大臣から離着陸を許可された場所を言う、事前申請し許可されたヘリ以外はここに着陸できない、ドクターヘリの着陸などに繰り返し利用される、病院施設には、本来、 飛行橋用ヘリポートを設置すべきであり、国土交通省もそのように指導している。しかし、飛行目的が一定であり、限られたヘリコプターしか利用しないため最近では、この飛行場外離着陸場離着陸場で対応する事例が増えている。ただし、病院屋上等の構築物上の離着陸施設においては、強度や構造に関しては、 飛行橋用ヘリポートと同等のものを設置しなければならない。緊急立着陸場災害時など、緊急の場合のみにしか利用できないヘリコプター、立着陸場、高層ビルの屋上に、緑色の床に白地で H と書かれたヘリポート上のものを見かけるがあれは、航空法上のヘリポートではない。緊急立着陸場と呼ばれる施設である。 国土交通大臣は、火災や大事故などの緊急時を除き、ヘリポート以外へのヘリコプターの発着を許可しない。緊急離着陸場は、火災やテロなどの緊急時に備えた施設であり、緊急時以外のヘリ発着はできない。緊急離着陸場の設置基準は統一されておらず、各自治体で異なっている。また、ドクターヘリが、学校の校庭などの広場に着陸する場合があるが、 航空法施行規則第176条3項、救急医療用ヘリコプターを用いた緊急医療の確保に関する特別措置法を適用したもので、これは緊急時には航空法によって制限された場所、地上ヘリポートと屋上等の構築物上ヘリポートで着陸体面積は異なる。地上ヘリポートは着陸する機体の投影面の全長全幅以上。 構築物上ヘリポートは着陸する機体の投影面の全長全幅の1.2倍以上でなければならない。地上、構築物上ヘリポートの大きさ地上ヘリポートは着陸する機体の最大離陸重量とその利用頻度によって地盤圧が異なる。構築物上ヘリポートは ICAO 基準に準ずるもので最大離陸重量の3.25倍を支持、できなければならない。 曲げ応力としては2点で、床面の超短期先端応力は1点にかかる。荷重として、それに耐える強度が必要である。なお、ヘリポートは反復利用が前提であるため、防水層上の保護モルタルもこの強度に耐えなければ、ならない。ヘリポートと緊急離着陸上の断面比較図地上ヘリポートでは、コンクリート製、アスファルト製の2種類。 比較的狭いヘリポートはコンクリートで、広いヘリポートはアスファルトで作られることが多い。全体はアスファルトだが、実際にヘリが設置する場所のみコンクリートで作られることもある。構築物上ヘリポートでは、コンクリート製が多かったが、近年、北米や欧州などで、アルミデッキ製の普及が進んでいる。ありがとうございます。